交通事故現場で。モニターフラット、車内に収容、位置につけ。よし。もう一人の自分を見ている浦飯雄介。危ないので離れてください。おい待て待て待て、ちょっと聞け、俺ここにいるって。幼馴染の稽古に彼の声が聞こえません。おい聞け。閉めます。この時彼は死んでいました。もしかして俺死んでる。事故の4時間前。何授業サボってんのよ。うるせえな説教ブス、何の用だよ。高校生のユウスケは札付きの不良。行きゃいいんだろ、行きゃよ。カツアゲされていた桐野を助けますが。おい、恐喝なんぞしよって。ああ、貴様のような奴は学校に来る必要はない。うるせえ、俺の勝手だろ。お前らも早く教室戻れ。教師に誤解された上。あんた学校は？ムカついたから老けてきた。女手一つで浮気稼ぐのそう簡単なことじゃないんだからね。母親にも説教されついていません。今日は薬日かよ、畜生。彼を目の敵にする桑原に絡まれますが。俺は今機嫌悪いんだよ、後悔すんなよ。喧嘩に強いユウスケ。俺はまだ負けてねえぞ。桑原は彼の足元にも及びません。そんなユウスケを怖がる人が多い中、ケイコちゃん、今日帰るね。彼と対等に話せるケイコ。ちょっとユウスケ、今日のこといじめを止めたんでしょ。なんであんたはいつもそうなの。お前に関係ねえだろ。彼の釣れない態度に不良、死んじゃえ。悪口を言ってしまいます。その頃、何やってんだよ、もう早く行けよ。渋滞にイラつくトラックの運転手、突如表現し、商店街を通す。ユウスケはとっさに子供を助けて抱かれてしまいます。こうして幽霊となったユウスケ。俺は幽霊になっちまったのか。そこへ霊界の案内にボタンが現れます。よろしく。よろしくじゃねえだろ、ほら。データ通りの性格みたいだね。うっせえ、ほっとけ。どこ行くんだよ、まだ話は終わってないよ。よかった、ごめんね、マサル。マサルを助けてくださった学生の方は。もういいぞ。この世に未練のないユウスケ。あんたは今、地獄にも極楽にも行き場はないよ。しかし、あの世に行き場がありません。なんだよこれ。詳しくは霊界に行ってからだね。とりあえず霊界に案内され、私の上司が説明するからさ。ちなみにその上司ってのは何者なんだよ。エンマ様に決まってるだろ。エンマ様に会うことがある。ボタンです、浦飯雄介を連れてきました。おお。エンマ大王の順に小エンマと対面する雄介。口の利き方には注意しろよ。んだと。生き返る機会をもらいます。お前を生き返らせてやる。その代わり霊界探偵をやってもらいたい。最初の依頼は魔界中の調査。これは魔界中と呼ばれる妖怪だ。なぜ魔界中が人間界に現れたのか、その原因を調べてこい。しかし彼は、いやいや、予想外の返答をします。俺が死んでみんなせいせいしてるだろうしさ。ちょいと待ちなよ。17の若さで随分当選地なことしてるね。本当に生き返らないつもりかい。周りからどう思われてたかってのは艶でわかるもんさ。自分がどうすべきか、それ見て考えてみな。この先どうするかを決めるため、自分の艶に行くことに。まあこんなもんだろ。何持ってんの、早くよこせよ。そこで見たものはユウスケのために立ち向かうスキル。不器用な形でユウスケの死を悼む桑原。戻って勝負しろ。バカなやつ。お兄ちゃん、ありがとうございました。お兄ちゃんが起きたらまた来ようね。助けた少年
マサル。そして私のせいだからユウスケにひどいこと言っちゃったんだ。ユウスケに死んじゃえって言っちゃったんだ。ごめんなさい。涙を流すケイコと母親の姿。大丈夫、この子はそんなことちっとも気にしてない。その日の夜、キリンが再び暴力を受けます。なんかよ、邪魔邪魔。彼に負の感情が溢れた時、チクショチクショチクショ、魔界長が取り付け凶暴化。彼が暴れた大爆発を辺り一帯が火の海に。一方、ユウスケはつまんねえこと気にすんな。ユウスケ、彼の大切な人のため生き返るには何すりゃいいんだっけ。素直じゃないね、あんたも。生き返ることを選択します。コエンマの計らいで肉体の蘇生に成功。コエンマ様、どうですか、ユウスケの肉体は。緊急事態だ。ところが妖怪に取り憑かれた人間が暴れている。このままではお前の家も危ないぞ。爆発の影響でユウスケの家が火事。離して、急に顔に赤みが刺したの。肉体がなくなれば生き返られません。その時、ケイコがユウスケを助けに行きます。おい、バカ野郎、戻れ。俺の体なんかどうでもいいから早く逃げろ。おい、ケイコ。すごい。おい、コエンマ、ケイコ助けさせろ。なんだって聞いてやるから。ケイコを救う全ての条件を許す。彼の魂が踊り、間一髪でケイコを救出します。ケイコを頼む。そして暴れてる妖怪って何なんだ。例の魔界中だ。そのままユースケ魔界中に。その頃、キリンを止めようとしてわがまま。絶対絶命の瞬間、ユウスケの助けが入ります。自分の意志で動いておらん。どうやったらこの虫追い出せんだよ。もはや霊力を使うしかあるまいな。キリンから魔界中を取り出すために。おい、霊力の使い方早く教えろ。あんた、さっき自分で使っただろ。その力を使うんだよ。必要とされるのはエルヴ。すでにキリノは妖怪になり始めた。もう猶予はないぞ。すべてユウスケに任せた。あの時の前はそんなんじゃなかったろ。目覚ませよ。キリノを助けたいという強い思いが。助けて。出してやれ、今その虫よな。出て行きやがれ。霊力の拳となり魔界中を倒します。おらお前ら。そいつらのことは任せたぞ。こうして。おう、俺はお前の悪口ぐらいじゃ死なねえんだ。無事この世に戻ってきたユウスケ。おかえり、ユウスケ。おい、マジでやめろ。霊界探偵になった彼にはこんな戦い方じゃ困る。霊界探偵としての次の任務が待ち受けています。ユウスケなんてひとたまりもないですよ。分かっておる。だが例のものは絶対に悪用されてはいかんのだ。強奪犯が狙っていた3つの危険物は3人の
霊界盗賊の話です。その3人の王騎クラマキエ、彼らと対峙するためにレーガンの習得が必須ですが、早急に回収せねば人間界がえらいことになるんだぞ。レーガンはお前が妖怪に対抗できる唯一の武器だ。うまくいきません。同じ頃、人間界では、おじちゃん、それ何？危険物の一つである、ガキ玉の影響が出始めていました。いいもんだろう。こいつら、元には戻せねえのか。魂が食べられてしまったらね。どうやったらこいつら助けられる？子供たちを救うため。レーガンも撃てないあんたじゃ豪気には勝てないって。関係ねえ。ユウスケは豪気を探すことに。あの3人の妖怪盗賊のうち、人間界で危険視されているのは豪気だよ。豪気は人間の魂を食料としているからね。子供の魂を好んで食べる豪気、ガキ玉を使って魂を集めています。ちょっとどこ行くんだよ。メッシ。あ、ほら来たよ。元気してたか。え、実は最近うちの団地の周りで子供たちが急に倒れてしまって。その団地の場所を教えてくれるか。たまたま会ったマサルから豪気につながる情報を。豪気を見つけたユウスケ。ついに正体を現します。なんだお前は。ただの人間じゃねえか。力の差が出てきて、反撃するも力ではかなわず、レーガンの手さが不利な状態。そこへマサルが来てしまいます。マサル逃げろ。おい逃げろ。石の邪魔すんな。やめろ。マサルの魂を月に瀕した。やめろ。ユウスケの霊眼が炸裂します。子供たちの意識も無事戻る。大丈夫かお前。ありがとう。兄ちゃん大丈夫？よし、立てっか。残る危険物はあと2つ。一方、その裏では死のシンボルのシンクホール、左京が何かを企んでいました。ついにレーガンを撃てるようになったユウスケ。心で念じ、心で引き金を引く。残り2つの危険物も無事回収できるでしょうか。そいつ見つけてぶっ倒すぞ。そして魔界中が出てきたシンクホール、なぜか人間界に紛れ込んだようだ。左京はそれを使って何をしようとしているのでしょうか。ネットフリックスオリジナルドラマ悠々白書、2023年12月14日からネットフリックスにて世界独占配信されました。マジかよ。原作は週刊少年ジャンプで1990年から94年まで連載された富樫よしひろによるメガヒットコミック悠々白書。2020年12月の時点でコミックス累計発行部数は5000万部を超えています。生き返れよ畜生。2012年からはテレビアニメ放送がスタートし、高視聴率を記録。本作は悠々白書ファン待望の実写化となりました。わしらは信じて見守るしかできんのだ。第1話の冒頭で主人公が死んでしまうという衝撃の展開で始まる物語。人間界、霊界、魔界といった3つの世界が交錯する世界観の中で、霊界探偵として蘇ったユウスケが様々な強敵に立ち向かっていきます。闇雲に探しててもしょうがねえだろ。交通事故のシーンの衝撃を皮切りに一気に引き込まれていく本作品。制作は実写版ドラマワンピースを手掛けた日米グローバルワンチームが担当。完成までに
5年もの歳月がかかっています。もう長くこの仕事をやってるけどね。作品を見た誰もが驚いたのは CG や VFX といった映像技術を駆使したダイナミックでスピード感あふれるアクションシーン。原作漫画やアニメを忠実に再現するのではなく、エンターテインメントとして楽しめる映像作品を目指した月川翔監督の思いが見事表現されており、原作を知る人もまだ知らない人も楽しめる内容になっています。集中力がないんですよ、頭も悪いし。うるせんなよ。本作品は豪華な俳優陣でも話題となっており、主演の北村匠海に始まり、上杉周平、志尊淳、本郷奏太といったそうそうたるメンバーによる激しいバトルシーンには目が離せません。おお、だからこそレーガンの打ち方を教えてやっとるのよ。また俳優陣の持つ高い演技力で個性の強いキャラクターがそれぞれしっかりと再現、月川監督が今現在しうる最高峰のクオリティを目指して実写化に取り組んだと語るにふさわしい素晴らしいドラマになっており、主演の北村匠海もとんでもない作品ができたと評価しています。そうと決まれば下準備をしないとね。ところで事故を起こしたトラック内でかかっていた音楽、アニメの主題歌微笑みの爆弾が使用されており、アニメを見たことがある視聴者の方は驚きと懐かしさを感じたことと思います。霊界探偵として人間界の平和を守ることになったユウスケ、この先どんな指令が待ち受けているのでしょうか。悠々白書、ネットフリックスでご覧いただけます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。起きてる時にちゃんとありがとうって言いたいんだ。